農民芸術概論。序論。我らは一緒にこれから何を論ずるか。農民芸術の交流。なぜ我らの芸術が今起こらねばならないか。農民芸術の本質。何が我らの芸術の心臓をなすものであるか。農民芸術の分野。どんな具合にそれが分類されうるか。農民芸術の諸主義。それらの中にどんな主張が可能であるか。農民芸術の制作。いかに着手し、いかに進んでいったらいいか。農民芸術の三者。我らの中で芸術家とはどういうことを意味するか。農民芸術の批評。正しい評価や鑑賞はまずいかにしてなされるか。農民芸術の総合。おお、友達よ、一緒に正しい力を合わせ、我らのすべての田園と我らのすべての生活を一つの大きな第四次元の芸術に作り上げようでないか。結論。我らにいるものは銀河を包む透明な意志、大きな力と熱である。